陸上競技場とは、陸上競技を行うために設けられる施設である。通常は屋外に常設されるものを指すが、体育館やホール内に特設される室内、陸上競技場もある。日本の主要な陸上競技場は、地方自治体が設立、運営しているものが多いが、学校が有する陸上競技専用のグラウンドが、日本陸上競技連盟の公認を受けている例も、少なくない。 以下に屋外に設けられる陸上競技場について解説する。競技が行われる部分は周回走路であるトラックと跳躍や投擲などの競技を行うフィールドに分かれている。トラックや助走路の表面はシューズのスパイクを受け止められるよう堅固で、かつ均一でほぼ水平でなければならない。第1から3種公人競技場では競技面は全天候補装されている必要がある。 舗装材として過去にはア安通化などが使われてきたが、1968年のメキシコオリンピックでポリウレタンの全転候トラックが採用された。これを皮切りにポリウレタンに加えゴムチップウレタンや合成ゴムの舗装材も登場。走りやすさや耐久性の面でメリットがあるとして一般化した。舗装の色はほとんどがレンガ色であるが、近年は 青色のトラックを持つ競技場も増えている。第四種公認競技場も全天候トラックが多いが、一部の地方競技場ではシンダー舗装になっているもの、あるいは全天候型とシンダー舗装を併用しているものもある。国際陸上競技連盟が規定する陸上競技場の方位は南北軸から東西に向かう角度が22.5度未満とされているという、と競争。 リレー競争、ハードル競争、障害物競争などが行われる周回走路。平行な2本の磁気走路と、それらをつなぐ2つの極走路からなり、選手たちは半時計回りに、これを周回する。そのうち橋にはコンクリート、あるいは適当な材質の縁石を設けることになっている。一周の距離は400メートルが標準だが、 第3種以下の競技場ではそれより小さなものもある。投的競技や跳躍競技が行われる部分。トラック内側をインフィールド、外側をアウトフィールドと呼ぶ。インフィールドをサッカー競技やラグビー競技などを行うスペースとして利用できる競技場も多い。このような競技場の場合、芝生の保護という観点から通常は投的競技の練習ができず、 サブトラックなどで行われることが増えている。総幅飛び、三段飛べには直線助走路と着地場所である砂場、棒高飛びには直線助走路とポールを突き立てるためのボックス、総高飛びには線形の助走路が設けられる。ハンマー投げと円盤投げのサークルは兼用されることが多いが、砲丸投げのサークルは別に設けなければならない。槍投げの助走路は、 直線で36.5メートルある上に、槍の飛距離が100メートル近くにもなるため、トラックの曲線部を横断する形で設けられることが多い。総幅飛び、3段飛べの助走路と、砂場はアウトフィールドに設けられることが多い。これらをインフィールドに設けてしまうと、インフィールド内の面積が制限され、サッカーやラグビーのピッチの規格に合わなくなってしまい。 事実上陸上競技専用競技場になってしまうためである。総幅飛び、三段飛べの直線助走路と砂場がインフィールドとアウトフィールドどちらにあった方が競技を行いやすいかは競技者によってまちまちのようである。国際陸上競技連盟公認の競技場にはオリンピックや世界選手権など IAAF 主催、管轄大会に必要なクラス1や国際招待大会に 必須のクラス2がある。日本陸上競技連盟公認の陸上競技場には、第1種から第4種までの区分がある。また陸上競技場の施設に自転車競技場が併設されている場合は、大ため、おつ公認競技場を表記することや、各競技場種別で開催できる競技大会の内容についても2011年から規定が改正されている。主な項目についてその規格を示す。 競技場の運営者から公認申請があった場合、日本陸上競技連盟は検定員、技術役員を派遣して実測調査を行い、施設用器具委員会における審査を行い公認の可否を決定する。公認の有効期間は隠しとも5年であるが、競技場の改変を行った場合は、再検定が必要となる。また、公認要件を満たさなくなった場合や、所有者、 管理者が有効期間満了前に公認更新を行わなかった場合には公認は取り消される。公認料は上位の種別ほど高く、第一種では新規公認86.4万円、継続公認43.2万円が必要となる。このため、第一種や第二種の要件を満たしていても、財政的理由から会の種別で公認を受けている施設もある。 2021年現在、日本陸上競技連盟により、第一種公認を受けている陸上競技場は以下の通りである。このうち、マークは国際陸連クラス1公認、マークは同クラス2公認の競技場であることを示す。なお、日本国内に所在して、第二種以下の公認を受けている陸上競技場については、ありがとうございます。